ライラット系第四惑星コーネリア。かつては宇宙平和のリーダー的存在だったこの星も、ドクター・アンドルフの恐ろしい発明により絶滅の危機にさらされた。コーネリア軍のペパー将軍はこの科学者を辺境の惑星ベノムに永久追放したのだが、5年後、惑星ベノムの不穏な動きをキャッチしたペパー将軍は、その調査をジェームズ・マクラウド率いるピグマデンガー・ペッピーヘアの3人組の雇われ遊撃隊スター・フォックスに依頼する。ベノムに到着したスター・フォックスだったが、ピグマの裏切りによりジェームズとペッピーはアンドルフの罠に落ちてしまう。命からがら脱出したペッピーは故郷の惑星パペトゥーンに戻り、ジェームズの息子フォックスに父親の最期を告げた。それから数年後、アンドルフは着々と侵略を続け、その魔の手はコーネリアまで届こうとしていた。しかしペパー将軍には最後の切り札があった。ジェームズの息子フォックス・マクラウド率いる新生スター・フォックスだ。